間違ってない？なんで？だってここ中野だよ。え？何を言ってるんだい？え？ここは池袋、中野なんて知らねえな。でも駅に降りた時中野って看板を、心の目を開くんだ。え？考えるんじゃない、感じろ。ここは池袋じゃないと話が進まねえ。自分の目を信じるな。ここは池袋。Don't think well。 マサオミ今日いつになくおかしいよね。てか何言ってんの、感じろなんてそんなの無理に決まって。あれ、ほら、なんかそう言われてると、ほら、急にそんな気が。あ、あれは、あ、池袋ですね。ってことはここは池袋。そう、池袋だろ。うん、なんかそうみたいだね。うん、まあいいか。ツアーガイドの下見。ああ、うちんとこの社長が新規事業っつって観光客向けに池袋ツアーを企画したいんだと。んで俺に下見してこいって。なるほど。だけどよ、俺は観光名所とかよく知らないからさ、運び屋のお前ならいろいろ知ってるだろうし教えてほしくてさ。わかった、今日は特に予定もないし散歩がてら紹介するよ。悪いな。気にするな。でもお前のとこの会社今までと随分方向性が違うことを始めるんだな。なんかよ、社長が言うには池袋を舞台にしたアニメが最近流行ったらしくて観光客が増えてるらしいんだわ。池袋を舞台にしたアニメ。ああ、そういえばそんなのが放送されたって聞いたことがある。なんてタイトルだったかな。俺も社長からタイトル聞かされたんだけどよ、なんだっけ、確か今日も中野でイベントしてるって。イベントまで。本当に人気のある作品なんだな。変わったタイトルだった気がする。どう。あ、思い出した、池袋ウエストゲートパーク。おお、確かにそんな名前だった。さすが運び屋だな。わ、それってドラマじゃなかったか。池袋で待ち合わせといえば池袋だよな。いつだったか正臣が勝手に決めた夏祭りの時もここで待ち合わせしたよね。ああ、アンリの浴衣姿をめでたあの時の話な。へえ、それは俺も見たかったな。え、伊沢さん。いや、今日は3人で池袋観光案内らしいね。え、なんで知ってるんですか。そりゃ俺のなりわいは情報屋だからね。それぐらいは知ってるよ。ストーカーっすね。ストーカーですね。やだな、そんな邪険にしないでよ。それに観光名所を回るなら俺の情報も役に立つと思うよ。どういう意味っすか。例えば今日池袋で一番お得な場所を知ってるかい。まだ一部の人間しか知らない特別な情報だ。一番お得な場所、そんなところがあるんですか。あるとも。しかしお得ってのは実に甘美で小悪的な響きの言葉だよね。この一言で大抵の人間は興味を持つ。老若男女お構いなくだ。つまり人間、老いも若きも男も女も長くなるよね、人は誰もが誰かに得をしたい、うん、損をしたくない。とりあえず60回通りとかは実に分かりやすい。行こう行こう。分かりやすいのに誰もが自分のことを分からないという。面白いよ人間って本当にさ。ヒトラー、俺は人間が好きだ、愛してる。だからこそ人間の方も俺を愛するべきだよね。ねえ。あれ、やるね彼らも。あ、いざや。やあ、しずちゃんと運び屋か。今日は君たちも観光名所巡りなんだね。なんだねじゃねえ。
池袋に来るなって何回言わせりゃ気が済むんだ。今回は仕方ないんだよ。ちょっと頼まれ事があってさ。頼まれ事？じゃあ俺も頼んでやるよ。今すぐ死ね、つーか殺す、今すぐ殺せ。おっと危ないな。落ち着けシズオ。池袋だけは投げるなよ。シズちゃん、カルシウム足りてないんじゃない？あ、そうだ、特別にいい情報教えてあげるよ。折原いざや、今日一番の特ダネさ。てめえの特ダネなんざ聞いちゃいねえ。ロッテリア向かいのミルキーウェイ、本日に限り男性だけのお客様は全品半額。なんだそんなこと。なんだと。食いつくの。おい、ミルキーウェイといや、13星座のパフェで有名なとこじゃねえか。半額って、それはつまりいくつ頼んでも半額なのか。もちろん。しずちゃんも言って、牛乳でも飲んでくれば。半額か。今の季節ならマロン系の双子座か、あ、いやパンプキン系の水亀座もいいな。食べ放題なら両方食って。いや、食べ放題じゃないと思うぞ。悩むけど大丈夫か。あそこはいつも女性客ばかりで、男一人で入るのはかなり勇気が。まさかそれが狙い。じゃあ俺は行くよ。役者も揃ったしね。ん？じゃねー。あ、おい、よし、セルティ、俺はミルキーウェイに行ってくる。お前はロシア寿司で待っててくれ。はい。作品全体的にもなんかないんだけどあるような気がするところがすごい好きですね。私は話の構造の作り方がすごい好きです。